はい、というわけで今日も元気を失いの勉強やっていきましょう。今日は裁判の種類と責任っていうことについてやっていきたいと思います。教科書は102ページと103ページになっていきます。それではこの2ページの結論から見ていきたいと思います。裁判には私人同士の争いである民事裁判と犯罪の有罪無罪を決める刑事裁判というのがあります。裁判はしっかり人権、裁判ではしっかり人権が保障されますよっていう話になっていきます。それでは重要語句ですね。今回は9個になっていきます。非常に大事な語句多いですね。民事裁判 B、 原告 C、 被告 C、 刑事裁判 B、検察官 C、 被疑者 B、 被告人 B、 令状 D、 弁護人 D になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。はい、今回は裁判ですね。裁判っていう風にいろいろ言うんですけど、実は裁判って大きく分けて2種類あるんですよね。それが今回やっていく、民事裁判と、刑事裁判になっていきますね。よくお前訴えてやるぞとか訴えられるぞとかっていうことあるんですけど、それは民事裁判か刑事裁判なのかっていう、区分をしっかりしていかなければいけません。じゃあ今回まず民事裁判から見ていきたいと思います。民事裁判ですね。個人や企業など私人について、行われる裁判っていうのが民事裁判っていうふうに言います。例えば、この後やっていく刑事裁判っていうのは、例えば放火しましたっていう放火罪とか、人をぶん殴りましたっていう暴行罪っていうのが、あったりとかして、その犯罪についての裁判をするのが刑事裁判。私人同士のトラブル、人と人とのトラブルっていうのが今回の民事裁判になっていきます。例えば貸したお金を返してくれないとかっていうのを、まあ、原告と被告で争うみたいなのを、民事裁判で行います。お金を返してくれない罪みたいなのはないので、そのトラブルっていうのを解決するために、裁判を通して問題を解決しましょう。他にも家の建て付けが悪いみたいな、家が傾いてるとかっていうものは、同じように家が傾いてる罪みたいなのはないわけですね。はい、これに関しても、個人同士で私人同士での話し合いで、じゃあ家が傾いてたからごめんなさい、3000万円払いますねとかっていうふうなのがあったりとか、他にも例えば隣の、家の騒音がうるさくて眠れないとかっていうことですね。うるさくて眠れない罪なんていうのはないので、その騒音出している人と被害を受けている人っていうのが話し合いをして、まあ、裁判をして、解決し合うっていうことですね。騒音出してごめんなさい、何百万円払うので、問題を解決しましょうという話を行うのが民事裁判になっていきます。自分の権利が侵害されているっていう考えられる人が裁判所に訴えを起こすと、取り調べである審理っていうのが始まります。先ほどの例で言うと、例えばその騒音でどうにかしても眠れないから何とかしてくれっていうのを裁判所に、その被害を騒音を受けた人が裁判所に訴える。でそうすると訴えた人、うるさーいってなってる人が原告となって、うわーって、騒音を撒き散らしている人が、被告となって意見を述べ合って話し合いをするわけですね。裁判官はその原告と被告の意見をよく聞いて、なんでその騒音出しているのか、そしてその原告は どういうその被害を受けて、どれぐらい眠れなくて、どんな仕事に影響を出ているのかっていうのをしっかり聞いて、当事者同士で、まあ、話し合って和解させたりとか、あとは、まあ、その法律に基づいて、判決することで、まあ、あなたに、これだけの、お金を払ってくださいねっていうところで争いを終わらせる。これが民事裁判になっていきます。はい、それに対して続いて刑事裁判ですね。先ほど言ったように民事裁判は私人、人と人とのトラブル、何々罪っていうのがない揉め事に関して話し合いをしますよ。それに対して刑事裁判は何々罪っていうつくものに関しての、有罪無罪っていうのを決める裁判になります。例えば殺人とか強盗とか詐欺などの犯罪について、まあ、この件は有罪ですよとか、この件は無罪でしょうっていうのを決めるのを刑事裁判っていうふうに言います。この刑事裁判ではどのような行為が罰に当たって、処罰されるのかっていうのをあらかじめ法律で定めて、それに沿って話し合いをするっていう、
罪刑法定主義っていうのが取られています。まあもちろんそうですよね。その場でこうなんじゃないかっていう決めるんじゃなくて、こういう法律があるからこのケースに関してはこうやって当てはまるからこういう処罰にしましょうねっていうふうに決められたものによってその裁判が行われますよという話なんですね。はい、じゃあこっからが難しいところですね。まあ、先ほど民事裁判では原告と被告、訴えた人を原告、そして訴えられた人が被告っていうふうになっているんですけど、刑事裁判だとまた名前が違うんですよね。これ嫌なところですよね。事件が起こると、警察と検察官が捜査をします。この警察と検察官も違いがなかなか分かりづらくて、実際に事件が発生した時にその事件の捜査とか逮捕とかっていうするのを警察官、そしてその警察官が検察官に引き渡して、検察官が実際に裁判を行っていくと。これは起訴した方がいいのか、起訴はしなくてもいいんじゃないか、実際に裁判に参加するっていうのも検察官の役割になります。なので事件が起こった時の最初、初めにその事件と向き合うのが警察官、そして後から向き合うのが検察官みたいなイメージで、まあ、中学生ぐらいはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてこの警察官と検察官が、罪を犯したんじゃないかって言われる人を、まあ被疑者って言うんですけど、被疑者を探し証拠を集めます。場合によっては逮捕とか拘留することになるんですね。なので罪を犯した疑いのある被疑者を逮捕するっていうことなので、逮捕された時点ではその人が犯罪者かどうかはわからないんですね。まあテレビとかで見ていると、なんかもうその手錠をかけられて逮捕されていたら、あいつは犯罪者じゃねえかっていうふうに思うんですけど、まあ本当はまあそうなる可能性もあるし、そうじゃない可能性もあるっていうことで、理解しておいてください。あと間違いやすいのは、テレビとかで容疑者とかって言われる言葉があるんですけど、容疑者っていう言葉は実際の言葉としてはありません。テレビとかではまあ使われやすい、なんか被疑者と被害者が紛らわしくなっちゃうので違う容疑者っていう言葉をテレビで作ったみたいな感じのことを聞いたことあるんですけど、まあとにかくテレビと実際の教科書の言葉は違うよっていうところをしっかり覚えておいてください。怪しいな、怪しいから逮捕しよう、怪しいから逃げちゃわないように拘留しておこうっていうふうに、まあその閉じ込めておくみたいなことをされるのが被疑者なんですね。なので逮捕されてももちろん、やっぱりこれは、罪を犯してないんじゃないか、罪に当たらないんじゃないかっていう場合はそのまま解放される、釈放される可能性もあったりします。そしてその後、まあ、逮捕され拘留されましたってなったら、検察官はその被疑者っていうのが罪を犯した疑いがあるかっていうことが確実であるのか、そして刑罰と科すべきかっていうのを判断します。そしてこの検察官がよし、これはこいつは罪を犯したなってなると、その被疑者っていうのは被告人となって裁判所に訴えられるんですね。これを起訴というふうに言われます。でまあこの起訴されると、まあほぼ有罪が確定というか、まあそもそも検察官もまあ起訴するべき、まあこの人を被告人として起訴するべきっていうのはしっかりとした証拠があった上で起訴をするので、日本の犯罪でいうと大体 99.9% は起訴されたら有罪になるっていうふうに言われています。逆にこれ絶対罪だとは言えないなーってなったら起訴されないっていうことなんですね。はい、そしてその起訴された結果、裁判所で裁判を行うんですね。裁判官とか裁判員っていうのは被告人が、有罪か、まあ無罪か、無罪はほとんどないんですけど、無罪かまたは有罪の場合には、どれぐらいの刑にするべきなのかっていうのを言い渡すと、これが刑事裁判になっていきます。刑事裁判の方がちょっと複雑な感じですかね。で今2つの、裁判を見てきたんですけど、これらの裁判っていうのは裁判の手続きの書類を作ったりとか法律などの専門的な知識が必要になることがあるんですね。なのでまあ自分で自己弁護できなくもないんですけど、まあそれだとほとんどまあスムーズに進まないとか自分が不利になってしまうので、弁護士っていうのが原告とか被告とか、被告人の手助けを、することになります。なのでしっかりとその訴えられた側とか、罪を犯した側っていうのもしっかりと、そのまあ難しい手続きとかを行ってもらう権利がありますよっていうことですね。さらに権利、人権っていう
ことで言うと、検察官とか警察っていうのは、まあ、強い権力を持っているっていう、強い権限を持っているっていうことで、まあ、捜査が行き過ぎてしまう場合もあるんですね。そのため、令状がなければ、逮捕が、基本的には、逮捕とか捜索はできませんよって話ですね。もちろんその現行犯逮捕って、その目の前で事件が起こっている場合には、逮捕とかできたりするんですけど、じゃあ、勝手にガンガンガン家に来て、じゃあ、お前の家を、捜索するぞっていう風になるかっていうと、まあ、令状っていう裁判所が出す令状がないと、その家に勝手に無理やり入ったりすることはできないという風になっています。他にも拷問とかも禁止されているんですね。まあ、それはこれはもちろんそうなんですけど、捜査の中で、じゃあ、こいつがなんかずっと黙っているぞっていう時に爪を剥がしたりとかっていうのは絶対にすることはできません。他にも、まあ、自白の強要ですね。拷問によって自白とか、無理やりその暴力を、伴って自白をさせたりっていうことは証拠にならないっていうことですね。まあなんとなく昔のその刑事ドラマとかで言うと、その取り調べをするときに椅子をバーンって蹴ったりとか、机をバーンって叩いたりとか、そうやって自白させられたりするっていうシーンがあったりするんですけど、それは証拠になりませんよと。そういう暴力的な行為とか、威圧的な行為で、その、まあ、仕方なく自白してしまった。っていうことが、まあ、あったりするんですね。まあ、これによって、まあ、冤罪っていうのも実は生まれた歴史っていうのがあったりするので、それは良くないよ。まあ、人間っていうのはね、その、追い込まれると、やってなくてももうやってしまいましたって、この苦しい状況を抜け出すためにやってしまいましたって言ってしまうことがあったりするみたいなんですね。そういう自白はダメですよっていうふうになって、まあ、他にも、黙秘権っていうのがあるんですね。まあ、それについて自分が不利になるから言いませんよというふうな権利ももちろんありますよ。他にも先ほどの人権の話であったように、弁護人ですね。弁護してくれる人、まあ、弁護士が多いと思うんですけど、弁護士を頼む権利っていうのが保障されています。もちろんその、いや、弁護士さんなんてお金かかるんだから、そんなんできませんよっていう人には、まあ、国選弁護人って言って、国から選ばれて、まあ、基本タダで、弁護してくれるっていう人もいます。まあ、ただもちろん、その国選弁護人っていうのは自分で選ぶことができないので、まあ、例えばそのさっきの騒音の裁判になった時に、なんか全然騒音に詳しくないその弁護人が選ばれたとしても、いやいやちょっとチェンジでとかっていうのはないわけなんですね。もしじゃあ自分でその騒音に詳しい弁護士さんにお願いしたいのであれば、まあ、騒音に詳しい弁護士ってよくわかりませんけど、そういう人にお願いしたい場合には自分でお金を払ってやってくださいね。お金がなければ国から選ばれた人が弁護人になりますよっていう、制度があったりします。はい。そして人権を守るために大事なのは、被告人は有罪の判決を受けるまでは無罪なんですね。なのでその逮捕された時点ではまだその有罪の疑いがあるっていうことなので、まあ犯罪者として扱ってはいけませんよ。それまでは無罪ですよ。そして公平で速やかな公開された裁判を受けられる権利が保障されているっていうことで、裁判をする人、裁判を訴えた人、訴えられた人にもしっかりと人権が保障されています。はい。というわけで今日は裁判の種類と責任ということについてやっていきました。裁判には大きく分けて民事裁判と刑事裁判というのがあります。民事裁判というのは、私人同士のトラブルですね。何々罪っていうのがないような、隣の人がうるさくてとか、なんか建てた家が傾いててとかっていうようなトラブルに関して、訴えた人、原告と訴えられた人が被告となって裁判を行うような裁判です。それに対して刑事裁判っていうのは、暴行罪とか殺人罪、強盗致死とかいったような、そういう犯罪を犯した場合に、その人が本当に犯罪を犯したのとかっていうのを、まあ、警察と検察官が罪を犯したかもしれない人、被疑者に取り調べを行って、取り調べを行った結果、こいつがやったんじゃないかってなったら、被告人として裁判所で裁判を行う、裁判になっていきます。まあ、この2種類があるんですけど、やはり大事なことは、その裁判を受ける人、訴えられた人、訴えた人の人権が守られることです。しっかりと、裁判、専門知識が必要な裁判では、弁護士をつける、まあ、権利っていうのもあるし、さらには取り調べの中で、令状がなくてはいけないとか、自白は、証拠にならないよとか、あと黙秘権もありますよっていうところで、しっかりと人権が守られた上で、有罪か無罪か、もしくはどちらが悪いのか、どういうふうに解決していくのかっていうのを話し合っていく必要があります。